い、こんにちは、アムです。今回は大分駅前から出発して別府の街を走るライドをしてきました。では早速行ってきます。おお、めっちゃ綺麗ですね。下って登る。いきなり山。ゆっくり行きます。行け。うわあ。頂上まで。あ、そうなんです。どのタイミングで食べようか。急勾配。これか。わー、到着しました。岐阜岳見える、ちょっと見えないけど。あ、すごいモクモクしてる。すごい。現在地は？現在地はここです。ここ。血の池地獄。座紋工場？あ、座紋工場。すごい。先日また走りに行った時に、神縄のこの足湯の目の前にあるカフェにお邪魔しました。サイクリストにもめちゃめちゃ優しいカフェで、新鮮な野菜のスムージー、フルーツとね、野菜のスムージーをいただきました。甘さもサイクリング中にぴったりで、すぐなくなりました。その時の取れる野菜とかフルーツによってメニューが変わるみたいなので、また行きたいなと思います。そしてここも別府に来ると必ずと言っていいほど立ち寄っている足湯なんですが、それがこちら。いやー、めっちゃ気持ちいい。よきよき。でこれだと距離があるから、ムーミンちゃんがこの中に入ったら、ムーミンちゃんが小人みたいになっちゃう。私とアムちゃんが大きい。確かに。それはそこは身長の高い人がね、持てない。そういうこと。海は青いですね。こちらの海岸沿いのコースはめちゃめちゃ景色が綺麗で、ちょっと交通量は注意なんですけど、実は歩道側に自転車道と歩道と分けた広い道がありまして、こちらも歩行者に気をつけながらですが、車道側の自転車エリアを走行することができます。そして大分駅前に帰ってきて、からずさんカフェに立ち寄りました。こちらでランチを食べて大分空港へ。大分空港は輪行スペースがあって、ここでゆっくり輪行をすることができました。大満喫で東京に戻ります。